ありがとう。クリスでーす。よかった、嬉しい。お疲れ。実は、うん、2月5日に、うん、アリンクに比嘉龍太のお店、うん、オープンしました。おめでとう。頑張ったね。うん。うん、一応これ2月5日の前に撮影してるんですけど、ちょっと今日クリスには、はい、俺たちが商品として出す村の角煮まんじゅうをちょっと食べてもらいたいんだけど。角煮まんじゅう？うん。ちょっと食べてもらっていいかな。ラフテーってこと？まあ食べてからのお楽しみかな。なるほど。じゃあ行きますか。アリンコニチャンネル固有だけちょっとグルメ番組、クリスでーす。グルメクリスでーす。よかったな。グリスですわ。グリス、グルメクリスでいいに、もう一回やっていい、うん、アリンクリンチャンネル今宵だけちょっとグルメ番組、略してグルメクリスです。かぶってるかぶってる、ちょっとかぶった。ごめんごめん、難しいな、難しいな。名前なんていうの？これはサムエル・ジョージ・リンチですね。俺のお父さんの名前やしょ、それ嘘つくな。あーごめんごめん、キキでしょ。村の角煮まんじゅう、キキです。キキ、めっちゃ美味しそうなんだけど。イエス。開けるよ。もっと近く来てよ。いきますね。パーン。おお、すごーい。あ、美味しそうだな。キキって書いてある。そう。焼き印で。おお、いいじゃん。こっちが確認。これ角煮？そう。おお。でこっちがきんぴらごぼうの和え物。うん。でこれが大根。うん。こっちが小松菜のごま油の。うん、おお、いいです。あ、で適当に入れるわけ？そうそう、角煮を入れてもらって自分で。これスープ。イエーイ。イエーイ。あ、入れるんだ。自分で入れるんだ。そうそう、このスプーンでも使ってもいいし、角煮を入れて。そういう持った方がいいか、熱い。ああ、これそうそう、持って。あ、でもちょうどいい、めっちゃ熱いんではないわ。あ、こんな感じなんだ、自分で。そういうスタイルなんだな。俺も挟まってると思ったやつさ、初めてやつさ、こんな。おお、ちょっと緊張するね。結構ラフテー感強いと思ったら違うんだね。あー、なるほど。なんかマジでラフテー挟めてるのかなと思ったけど違うんだ、うん、はいはい。じゃあちょっと俺小松菜好きなんでっていう感じでしょ。おー、いいね。っていう感じ。お好きに、お好きに。これ合わせてもいい。全然全然。おー、緊張するな。ちょっと見ていい？はい、うん、いただきます。はい、ハンバーガーみたいに食う。いやー誰でもこうなるだろう。うん、うまいっす。よかった。本当ね、嬉しい。よかった。俺グルメじゃないわけさ、うん、本当に普通の人だわけ、うん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 、うまいっす。おお、たくさん試したい人、うん、いろいろ、うん、だいぶうまいよ。おお、嬉しい。嬉しい。これもっと欲しいな、うん、2個ぐらいいけんじゃない、みんな。全然2個いける。やっぱクリスいけるよ、うん、全然いける。男2個いけるよね。生地はどんな？おいしいおいしい。何もごめんな。こういう時ね、辛口なコメントの方が盛り上がるかもしれないけど。いやでもリアルな。ね、普通においしいよ。うんうん、嬉しい。仕上げましたね。頑張ったね。よかったね。嬉しいな。普通に嬉しい。嬉しい。あ、イメージと全然違かったからな。どんなイメージだった？もう挟まってる状態で。あ、来ると思ったから。それはやっぱ自分でやるんだっていうのはどうだった？
まあ、俺の性格上もう挟まってて欲しいと思ったけど別に簡単だからやってみたら大変じゃなかったから、俺骨汁とかも、はい、取れやとか思ってたからさ、あ食べやすいよね、うん、食べやすいよね、確かに手道も全部骨取ってほしいわけよ、うん、俺お母さんに、俺お母さんにイチゴの種取ってってお願いしたぐらいのやつだからだからそれしゃあないけど、でも意外と全然簡単だし、そんなにあんま差とかはなかったな、やってみたら美味しかったよ、よかった、2個でいいぐらいやしさ、あ、満腹なった、うん、で個人的には、うん、角に入れるさ、うん、挟むさ、うん、小松菜は欲しいかな、毎回、おー、うん、小松菜と超合うね、よかった、まあそういう楽しみ方ってことよね、うん、だから多分薬味入れるのと入れないののまた違いというか、うんうんうん、でどんどんまた薬味を増やしていくだろうし、うん、あなたたちは増やすでしょ、こっちが言わなくても、まあ、そういう楽しみ方ですよね、うん、いいよなクリスです